どうも皆さんこんばんは、エルザです。それでは転生の桜姫やっていきたいと思いまーす。ということで、今回こちらのゲーム、米は力だということで、ガチな作ゲームやっていきたいと思います。一応アクションパートと分かれてるみたいですね。はい、ガチ稲作と、アクションということで、のんびりやっていこうかなと思います。では最初から、いかようにしてここまでたどり着いたか。招かれざる客よ、その橋渡らば二度と帰ることはかなわぬぞ。引き返せ、引き返せ、引き返せ。これ聞いておるのか。そこから先は頂の世、いわば神の世じゃ。人の身で踏み入ってよいところではない。おい、引き返せと申しておるに。ようやく見つけたぜ。この山にこんな大層な橋があったとは知らなかったな。年貢の納め時だ。今度は逃がさねえぞ、カツラ。石丸、何故そうまでして我らを。抜けたてめえには分からねえだろう。俺たちだってギリギリなんだ。そのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし、裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえ。ならば致し方あるまい。なんだその情けねえなりは。侍が聞いて呆れるぜ。まあいい、くたばっちまいな。なあお姫様、何故そのようなところに。なりませぬ、お戻りくださいお姫様。せえな、何だってんだ。のあ、いいぞいいぞ、わしに構わず続けるがよい。それにしても面白いの。お主ら人か、人じゃな。この頂の世に踏み込んで早々に切り合いとは、全くもって野蛮極まりないぞ。ほれ、もっとやれ。お役目の日は退屈でのう、出番が来るまではただただ飲み続けるしかないんじゃ。しかし今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃろう。お姫様、そのような者どもと関わっては。おいおい、案ずるな、すぐ戻るわ。おお、いい着物じゃねえ。のごとき下郎にもこれがわかるか。高いぞ、この絹は高いぞ。このわし、桜姫の格を示すにふさわしいであろう。へっ、酒くせ、ガキのくせしやがって。なんじゃと。わしは大人じゃ。あまりの無礼さにすっかり酔いが冷めてしもうたわい。宴に戻って飲み直すとするか。人の声は、ここから先は神の領域じゃ。橋が消える前にさっさと引き返すんじゃな。さもなくばその命、保証せん
らしいぞ。あのワッパ、なんとした旅力。宴と言ったか。後をつければ何か食い物にありつけるやもしれぬな。毎年のお役目がいただけるんじゃから、まっこと高貴な地とは楽なもんや。そうですか。私などは今年もカムヒツキ様にお認めいただけるよう力を尽くしているつもりなのですが。残念。そら残念じゃの。地の尊さばかりは後から変えることはできぬでな。そうじゃ、我が友心はよ、わしの役を手伝わせてやるぞ。カムヒツキ様のお目に触れる機会が増えればお主の覚えも良くなろう。それではよろしくお願いいたします。おひい様、いい加減になされませ。その大切なお役目を果たすのはこれからですぞ。席に戻るなり、このようにまた深酒をなされては。またまた、たまじはうるさいの。なに、酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせろ。おい、わしにかかればちちっと。あ、まずい。これ、どこに行かれるのですか。まだお話は。スワンジー、わしが間違っておった。改めて酔いを覚まし役に備えるとする。少し席を外すぞ。おお、おひい様、ついにこの玉の心をお分かりいただけましたか。おい、お主ら。まずいまずいまずい。人の子なんぞ連れてきてはお役目どころかお咎めじゃ。なんとしても引っ捕らえれば。さあ、三柱の日にはこう廊下その1と。逃がすか。そこに直れ。最高やね、このゲームね。松がジャンプで2段ジャンプはなしと、ちょっとボタンもいろいろ押していこうか。四角強攻撃、丸は何もなし。あー、いいね。なんだろうな、チョッパー感があるんだよな。一応これを使ってだね。よし、結構連続の頻度は高いね。音楽最高やね。で、面白いんだけど、神であるこのわしを侮るでないわ。あのね、このゲームコンセプトがね、あのダサいをテーマにしてるみたいで、褒め物なんだけど、だから結構ね、ダサいをねイメージしてるの面白いなと思って。いいよね、テーマがあるゲームはそれなりに好き。おお、これは、はい、あー、はいはい、カビキックみたいなのができるってことか。なるほどね。あのね、個人的にはこのゲームの雰囲気は、武蔵伝か。知ってる人は知ってる人はね。はいはい。結構連打できるね。おお。おお、しれー。はいはい。
ああ、下はできるね。よしよし、これコンボゲーだ。いい加減なからくりを作りよって、だったら文句の一つも言わせてもらわねば。いい、このアクションいいわ。いや、これ面白いな。食べちゃってるね。やりおったな。人の子の分際でこのわしに歯向かうとはどういうことか。その身に深々と刻み込んでくれるわ。あ、いや待て、ここには強い酒や油も。何でしょう、今の大きな音は。何やら香ばしい匂いがいたしますな。ここ芸ができたらお米ができそうだね。サクナ姫よ。その方、あの偽善たる武士竹利美が娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、チンが楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは、はあ、なんたる所業ぞ。何とぞお許しを。それもこれもこやつめらが。神ともあろう者が人に席をなすりつけるでない。申し訳ござめませぬ。さて、人の子らよ、名乗れ。桂右衛門の城高森、人呼んで田右衛門にござります。おいらは金太だ。おめが帝ってやつか。ゆいだ。こいなとこやんだを早く消してけらい。見るってと、あい、かいまるです。神と人は二つよ、すなわち頂の世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め。されどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしもうての。次にあれがいつ現れるかは主神であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだ。よって橋が現れるまでそこのサクナ姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるがよい。始末と申されますと。サクナ姫よ、鬼島のことは存じておろうな。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。今々しきあの地は古くより多くの鬼が救い、未だ我が支配及んではおらぬ。その方らはこの鬼島を開きながら何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃ。そのようなお言葉ですが、カムヒツキ様、鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。ん？ここから通うつもりではあるまいな。無論鬼島に住み着いて命を果たすのだ。それまではこの都を追放とする。追放でございますか。これは正式なる勅であるぞ。以上じゃ、下がれ。追放こさあ、おひいさま、あちらに。都を離れたら死んでしまう。
良いお年をしてダダをこねられますな。決まってしまったものは是非もありませぬ。一日も早く勅を果たし都に戻ってまいりましょう。さくなさん、心は！そんな奴らと一緒なんて嫌じゃ。ここで心はと一緒がいい。私も寂しいですわ。ジー殿、いかがいたしましょう。頼む。なんと情けない。あれが都一番の武神の血を継ぐ神のお姿か。しかしながら良い機会なのやもしれませぬな。お姫様はこの三柱の都で何の労もなくご両親の財をただひたすらに食い散らかしてお育ちになりました。これからの厳しい生活がお姫様に多くを学ばせてくれると願いましょう。私の分もさくなさんをよろしくお願いいたします。この命に代えましても。さようなら、さくなさん。寂しいけれど少しほっとしている。どうして。さあ、鬼島へ追放だね。いや、いちいち可愛いね。いや、叫び方が特徴的で、どうしても有名キャラクター思い出してしまうな。さあ、鬼島へ。意外と力持ちとかキャラクターに飛んでるよね、一緒にいるメンバーがね。さあ、竜の抜け穴は船隠しの裏と。きつかったわい。おめえな、ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。まんずいでくったくただよ。まあまあ、よいではないか。して、さくな様、これからいかがいたしましょう。そうじゃな、じいに聞いてみるか。じい、おい、たまじい、寝ておるのか。はあ、着きましたな。ここが鬼島で間違いございませぬ。じいはまっことじじいじゃの。聞いておったのなら、これからどうすればよいか、はよ申せ。ふん、確かこの洞穴は、ずーっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。その頂きにはお姫様のお母上が住まわれていた家がございます。まずはそこを目指しましょう。ほう、そう、意外と接点あるんだね。さあ行け、人の子らよ。あい。カイマル可愛いな。さすがにカイマルは見る手と一緒。他のものはどうした。何故誰も動かぬ。だってこの島は鬼だらけなんだべなあ、金太。ユイの言う通りだ。神様ってのは一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。ぐんぐん、クソ生意気なガキどもめ。おい、田植えもんとか申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。かたじけない。この刀は由緒正しき技物なれど、肝心のそれがしには武芸の才が全く備わっておりませぬ。いつぞやなど七にあってすら刀がすっぽ抜けてしまい。めっちゃ笑うやん。お姫様、もうよい。わし一人で行ってやるわ。おお、それではそれがしたちは後からついていきまする。
まあねえ、ガンバルはいつも主人公だけって。ああ、標準だけなのか。稲作難易度も標準。じゃあ、一応これが最高難易度っぽいね、今のところはね。